それでは行列式の情報性について説明します。行列式の情報性というのは、2つの正方行列、同じサイズの正方行列があるときに、それらをかけたものの行列式は、それぞれの行列式をかけたものになるという情報に関する性質です。これの証明をしてみます。左辺の A と B をかけて行列式を取る。 という手順を B からの関数だと考えて F-B イコール AB の行列式つまり A は止めておきますこのように考えますすると F は B に関して多重線形性、対価性、交代性を持つということがわかります例えば B の1列目と2列目が同じだったとすると AB をかけたときの 1>, 1列目と2列目は同じになります。従って B の1列目と2列目が等しければ FB は0になりますので対価性を持つことが分かります。もちろん1列目2列目以外でも一緒ですね。また入れ替えると符号が変わるというのも同じです。多重線形性についても B の1列目が何かある2つのベクトルの割りになっていたとするとそれは a かけるその各々のベクトルの和になっていますから、つまり A をかけるという操作がそもそも線形写像ですから B、の B の列ベクトルが何か2つの列ベクトルの和になっていれば、かけたものも同じように和になっているということは言えます。従って、この AB をかけ、AB 全体の行列式に関する多重線形性によって、FB は多重線形性を持つということがわかります。 ここで多重線形性や対価性、交代性を持つような関数は行列式の定数倍しかないということを見ました確か、えー。ただし定数というのは何かというと単位行列 E における値だったわけですね。すなわち FB イコール E における値かける b の行列式という形になります。さて E における F の値というのは要するに A×E の行列式ですからこれは A の行列式に他なりません。したがって F×B は A の行列式と B の行列式をかけたものということになります。すなわちここの公式が得られました。例えば2714、1342という2つの二次行列があるときに それらをかけたものの行列式は元の行列の行列式の積になっていることが容易に確かめられます。2次の場合は計算が簡単ですので自分で確かめてみてください。また、これは3次ですが、2つの上三角行列と下三角行列をかけて減られる行列。これは三角行列でも何でもないわけですが、この行列式は元の三角行列の行列式、 の積になるわけですから最初の上三角行列の行列式が10で2つ目の下三角行列の行列式が24ですからこの行列の行列式は240とわかりますもちろんこれがこのような2つの行列の積になるということはすぐにはわかりませんのでこれを計算に使えるというわけではありませんが逆にこれを使って問題を作ることが できます、まあ、ここでは行列式計算じゃんけん友達同士で行列式の計算を出し合って問題を作るというじゃんけんのやり方を書いてあります例えば ABC という3つの整数を使って3つの問題を作ることにしましょう ある程度の公平性を期すために、和が23とか何か決めておいて、もちろんこれ23である必要はないんですが、決めておいて、適当な範囲の整数を選んで、行列式が 10a、10b、10c となるような行列をこの方法で作ります。例えば上半、上半三角の行列式が10で、下半三角の行列式が a になるようなもの、もちろん2と 5a でもいいですけれども、 まあそのようなものを作って、掛け算して、成分の中に0がないように、これも公平性を期すためですが、例えば0が1つでもあると、サラスの公式なんかを使った場合でも、項が減ってしまいますので、公平性を期すためにえ1つもないものを作って、そしてえお互いに出しちゃうというようなことをやってみても面白いかもしれません。これはぜひ授業でやってみたいと思います。